こんにちは、えー、草苗球場に来ておりますが、えー、悲しい一報が入ってきました、えー、現在の御殿場西高校の監督で、えー、2007年、8年、えー、徳脇君が前席、えー、日本一になられた監督である森下智之さんが昨日亡くなられたそうです今日は、えー、森下監督を偲んで一本ずらしていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますよしなかって大 のぶしチャンネルはい、草苗から戻ってまいりました、えー、森下さんの話をしたいと思いますえっ、ー、と実は今朝もう起きた時に一報が来ていたんですただねまあ公表されてない以上ということでしたけれども、えー、私は草苗球場で今日もチームザキの、えー、まあ、ノックをして、えー、携帯ポット見たらね、えー、報道されてましたね、えー、ちょっとお話しさせていただこうかなとこういうことです 森下さんっていうのは私はあの、まあ、この YouTube でも喋りましたけど11月の下旬に、えー、菊間高校で行われた S リーグここで5日の試合を見た時に最後に応援しましたえー、まあレフトのねあのフェンスの,あの丘の下でねたまたま通りすがってお元気かといつもありがとういつも見てるぞとこういう感じでねはいまああのそんな話をしました、えー、本当に元気で あの時の YouTube でも喋ったんだけど、森下さんのノックを見たくて言ったんです、はっきり言って、あの肩のノックを見ると、ものすごい元気をもらうんですね。で、今日も実は、えー、岩崎らにノックを打ってった時に、ボール渡しをしてくれた教え子がいまして、あ中澤さんのノック、1番目あそこに落としてるんですねって言われて、ハッとしたんです、実はあの1番目をあそこに落とすっていうのは、もう私が森下監督のノックから盗んだものです菊ののの選手の、えー、内野の守備は上手いです。 うん、本当に全盛期はね、えー、特に内野手なんか、氷のリンクの上をす滑ってんじゃないかっていうぐらいにフットワークが滑らかだった、で取る姿勢も素晴らしい、あの低い体勢で速く動けるっていう、えー、ボールへの寄せ、寄りの速さがね魅力だったんですけど、よーく見てると、森下さんのあのね、あの水切りのような、本当に低弾道の、カン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 と地面を滑ってくくような、あのノックの打球を取るに合わせるしかないんですよね。 だから、ノックを通じてあの守備を作ってたんだなと思いますしあやっぱりノックバット1本でチームを作るっていう気概がね感じられる監督さんでしたね、あのー。森下さんのノックっていうのは一つのねもう芸術的なもので、えー、試合でもね、えー、森下さんのノックをいろんな学校の先生が真似してたの私スタンドから見て分かりましたよね当時優勝したあとぐらい。 ベンチにペコってお辞儀して打席入るのって実はあれ森下さんが最初だと思いますよ、えー、あの風習って森下さんが出てきてから皆さんやるようになりましたで最初打つ時に「いくぞ!」って言ってからサードにカーンと打ち始めるあのー、やっぱり「俺についてこい!」っていうあの元気を自分から発信するっていうあそこも森下さんの魅力そして内野、えー、ノックの最後にポーンとこう外野の間にテキサス的な当たりを打つ 実際あの低段度のハーフフライなんて試合でないんですけどやっぱり森下さんと選手でボールで遊んでたんじゃないかな、えー、それを真似する監督も結構2010年代いましたねあそのぐらいいろんな方にあの森下さんっていうのは、えー、憧れられ目標とされてたんだとそう思いますあとはねもう森下さんのすごいところっていうのは 静岡県における、いわゆるファーストペンギンですね。はい。開拓者であり、やっぱり静岡っていう野球の殻を打ち破った人ですね。甲子園に数多く出る学校があるんですけど、なかなかこう、甲子園で勝つっていうことが難しい。そんな中で現れたのが2000年代の、えー、東郷久川ですね。前世紀。あ気持ちいいぐらいに、すごかったですね。当時強かった西の えー、チベワカ東野、横浜、まあ、その他、明徳義塾、仙台育英、大阪とい、えー、全国のトップクラスをなぎ倒していくあの野球ね、素晴らしかったですね。で、やっぱり静岡県っていうのは、なんていうのかな、人からどう見られるかをものすごい気にする風土っていうかな、あの、人の評価を気にするってことは、つまり、荒がない、欠点がない、 日の打ちどころのない野球をするんです。だから大きなミスはないけれども、パンチがないんです。だから、あの、私常々思ってるんだけど、静岡で勝つ野球と甲子園で勝つ野球ってのは本当は一歩になってる剣が強いと思うんですけど、静岡って、静岡県で勝ち抜く、勝ち抜きやすい野球をすると、甲子園で一呼吸して帰ってくるケースが非常に多い。えー、出るには大変だけど、甲子園で出たら2勝3勝して帰ってこれる野球、 それが森下さんの野球であり、去年の夏の開成館ですね。だから今の開成館の野球っていうのは、まあ菊川の再来ですね。まあそんな感じがするんです。だから、あのー、やっぱり先日もね、岩崎のキャンプで、えー、土日にね、えー、中3の、まあ、有望な選手を30人弱ぐらい集めて、えー、プロの選手と一緒に練習しましょうっていう企画をやってくださった団体があるんです。 あのー、その時に私もノッカーで30人みんなノックしましたけど、えー、野球は上手くてもね心が内向きなんですよねえー、質問しいですよって言っても30人で誰も手あげませんでノックを私が打ってもさあ来いって自然に声が出るのは現役のプロ野球選手20代のお兄ちゃんで、ね、15歳の子たちは元気ぐらいあるだろうと思うけど元気もないんですよね いくら野球うまくてもそれじゃあ5万人の甲子園でね実力発揮できないぞってもっと元気出せよってこう私は言ったんですねえー、それが静岡県民だとすると森下監督がノックするときに最高だーって言ってから試合でもノック始めますよねあの本当に自分から気持ちを出していくお,お前らと一緒にやろうとそういう気概がね森下さんのあの静岡県民 静岡気質を打ち破った野球ができたっていう一番の要因じゃないですかもともと森下さんは浜松でですからいやいや浜松の2番セカンドですからもう典型的な浜松野球の申し子で,でキャプテンで全国優勝そして監督でも全国優勝するんだけど何がすごいって監督で全国優勝する時には全然違う野球をやったことですね え私昔帝京高校行って前田監督が結構教えるピッチャーがみんなプロ行くから、ピッチャー育てるコツありますかって言ったら、俺はピッチャーやらないもん。内野手だもん。しかも補欠の。だけど内野から見ててこういうピッチャーであってほしいっていう理想像があるんでね。そのロマンで俺はピッチャーを作ってんだって言われましたけど、森下さんのフルスイングもご自身がされてたことでないと思うんですよ。ひょっとしたら自分がしたかったロマンなのかもしれません。 そんなことを感じるんです。私も野球指導者としてバッティングを教えるの好きですけど、自分現役時代の打率なんかもう2割3分8厘とかでしたよ。9番ピッチャー。もう投げることしか能のないピッチャーでした。でも不思議と教えるときにはバッティングが好きだったりするんです。これが人間じゃないですか例えば車で安全運転する人って、どっかで事故してる人だと思うんです。事故して痛い目にあったから安全に気をつけれる。そこが人間だと思うんで、あの、バントやってた人がバントうまい。 いいピッチャーだった人がピッチャーを後ろにうまいとかそういうのではないと思うんですねそういうことも森下さんのあのもう芸術的なあの瞬間最大風速のあの菊川全盛期ですねそこに私が教わったことです最後に一つですけどねあの毎年私新茶が取れると、まあ、全国のお世話になってる監督に送るんだけど森下監督にも毎年送ってましてねそうするといつもこうやって手紙くれるんです ちょっと住所は隠しますけど、はい、こんな感じでいつも律儀に手紙をくれる方でした。これは2017年かな、もう結構前ですけどね、え日、ー、ごに行って2回目の夏の頃ですね、さて、私も2度目の夏を迎えようとしております、精一杯の努力をしておりますが、思うような成果は出ません、選手たちの頑張りに負けないように精進してまいりますので、何かお気づきの点がございましたら、アドバイス等をお願い申し上げますと。 まあ最後のはちょっと私に対して気を使ってくれてますけどねあのある年なんかまたちょっと出てきませんけどまた別の年なんかはどうしたらあんなに選手が生き生きと動くんですかっていうことをお茶に一筆添えて書いたら俺は選手についてってるだけ選手が頑張ってるからそれについていくのに必死ってそういうことを書いていただいた年もありましたあるいは5日に移ってすぐに行った時にこれはかつて YouTube で1回ぐらいしゃべってるかな 俺らの浜潮の現役時代はな、グランドにな、地雷がな、100個も1000個もあるんだ。自分の定位置をセカンドに行くまでの間もたらたら走ってたら、監督に怒られる、コーチに怒られる。いつもビクビクして野球やってた。で、自分が指導者になったら、それとは違うことをやりたいと思った。ある時、地雷をどんどん減らしてった。そしたら選手は楽しそうに野球やるけど、何かが間抜けな野球になっちゃった。いろいろやって俺は気づいたんだと。地雷っていうのは、 なるべく数が少ない方がいい。でも、絶対ゼロではいかん。1とか2とか3とか、この辺にしとかないとダメだな。これがコツだよと。こう私に教えてくれました。で、私は聞きました。じゃあ今思う森下さんの地雷って何ですかって言ったら、そうだなぁ、俺の地雷かぁって。常に前向きであることだなぁって言ったんですよ。すごく驚いたです。 例えば挨拶ができなかったらそこは許さないとか言う方が高校野球多いんですけど、森下さんは罰から物を考えないです。いつもプラスの方に、前向きに、期待の心ってそういうことを言われた方で、前向きであれば俺は怒らねえよ。前向きじゃなかった時だけ俺は怒る。それだけだな、とこう言ってたです。まあ、菊川の前世紀のね、森下マジックの一端を感じた、一番こう心に残るのはその言葉ですかね。 森下監督ありがとうございました。